アレハンドロ・カークは、メキシコ合衆国バハカリフォルニア州、ティフアナ出身のプロ野球選手、ウトウミギウチ、MLB のトロントブルージェイズ所属。2016年にアマチュアフリーエージェントで、トロントブルージェイズと契約して、プロ入り。2017年は、参加のルーキー級、ガルフ・コーストリーグ・ブルージェイズで、プロデビュー。1試合に出場してサンダース・ムアンダだった。 2018年は、アパラチアンリーグのルーキー級ブルーフィールドブルージェイズで、プレーし、58試合に出場して打率、354、10本塁打、57打点、2投類を記録した。2019年は、A 級ランシングラグナッツと A 級ダニーデンブルージェイズでプレーし、2球団合計で92試合に出場して打率、297本塁打。 四十四打点、三盗塁を記録した。二千二十年九月十一日に、メジャー契約を結んで、アクティブロースター入りし、翌十二日のニューヨークメッツ戦にて、八番、保守で、先発出場して、メジャーデビュー。九月二十一日のニューヨークヤンキース戦では、MLB 初本塁打を含む一試合四安打を記録したが、これは二十一歳以下の保守に限ると二千四年の、 ジョーマウアー以来の快挙だった。この年は MLB で9試合に出場して打率。375、1本塁打。3打点を記録した。2021年は開幕を MLB で迎えた。4月30日のブレーブス戦でキャリア初となる1試合、2本塁打を記録した。水準以上のパワーを持ち、選球眼も優れる。ありがとうございます。